叫んのテレビでは夏の甲子園準決勝の熱気が店のクーラーとかかかってる君は男はみんな野球好きで問わない大観衆の声援聞くだけで私は暑さが積もるわ負けた人は今これを見ているのかしらそれともまた来年を夢見ているかしらとそうだすぎ多分君は知らないこの釣りなんて言葉に期待しない男は案外多いってことで負けた回数